ソゲーファンの皆様、こんにちは。今回はテレビチャンピオンを攻略解説いたします。原作は1992年4月から2006年9月までテレビ東京系で放送されていた競技方式の視聴者参加型バラエティ番組です。当時のスタジオの司会は田中義武さん、松本明子さん、東千鶴さんの3人でしたが、おそらく肖像権を取得していないので、やっつけ感満載の中途半端に似せた適当なグラフィックになっています。番組では豊富なバリエーションがありましたが、ゲームでは全国大食い選手権激闘パチンコ王の2部門のみです。まずは激闘パチンコ王からプレイしていきます。パッケージもタレントさんの写真の使用権を取っていなかったのか、かなり勝負に出たパッケージとなっております。まずはプレイヤーのグラフィックを選択します。これは当時のゲームボーイ作品ではかなり多い老若男女10通りものバリエーションから選べます。残念ながらこのゲームのいい点はここだけになります。しかしこの選択したグラフィックが残念ながらゲームに生かしきれていません。全部で4ラウンドあり、まずは予選が始まります。持ち玉1000発を持ってスタートし、3000発まで増やせれば上位6名までクリアです。先ほど選んだ顔グラフィック、早速反映されてなく、ご丁寧に自キャラの上に U と表示されています。他プレイヤーに話しかけると、現在の持ち玉と適当に設定された調子メーターが出るだけで会話等はできません。ゲーム内容は典型的なパチンコシミュレーションゲームです。しかしご覧ください、玉の動きが信じられないほど鈍いです。柔らかそうな釘に当たってスルスルと落ちていくだけで、パチンコ特有の玉の動きとはかけ離れています。元ネタである全国パチンコ王選手権はただで玉を競うだけでなく、さまざまなパチンコを打つ以外の種目がありましたが、ゲームボーイなので仕方がないのですが、本作ではイベントは何もなく、ただゆっくりと動く出玉を淡々と増やすだけのゲームです。ずっと長い時間ダラダラと鈍い玉の動きをひたすら見ているだけなので、最大の敵は睡魔との戦いになります。機種ラインナップだけは無駄に多いですが、見た目だけ人気機種を似せただけです。もちろん確率変動や3回権利などはありません。全4ラウンドあるので、ひたすら同じことを繰り返します。ということで安心してください、バッサリカットしますよ。3000発まで増やせばクリアとなります。予選を通過したということで勝ち残ったライバルが紹介されますが、ほとんど意味はありません。本戦1ラウンドは持ち玉を5000発にすればクリアです。本戦2ラウンドは持ち玉5000発足すクリアボーナスで、制限時間1時間での持ち玉を競います。4人中上位3人が決勝へ、最下位は敗者復活戦へ行きます。勝利すると特に順位等発表されたりといったイベントは一切なく、ラウンドクリア画面になります。ついに決勝ラウンドです。2ラウンド時の玉を持ち越して、3
3人の中で最も持ち玉が多かった人が優勝です。2ラウンド以降は持ち玉に余裕がありうつ気がもうなくなったら時間を進めることができます。これで激闘パチンコ王優勝です。いかんせん球が遅いのでそれなりに時間はかかります。そして、大食い選手権もよろしくねと表示され、あっさりとタイトル画面に戻ります。ここで、再度スタートして、全国大食い選手権を優勝すると、エンディングになります。優勝後のパスワードもありませんし、タイトル画面に戻るので、エンディングの条件が非常にわかりづらいですね。そして、パチンコと同じように意味のないプレイヤーキャラを選んだ後に、なぜか、好き嫌いな食べ物を選びます。これが、この後のゲームで、ほんの少しだけ影響が出ます。そして、ここで選択した好き嫌いの食べ物が、なぜか、全挑戦者共通で同じ好き嫌いになります。そして、予選、わんこそばキャッチゲームが始まります。十字キー左右で移動して、A ボタンを押すと、お椀を上に向けます。上から降ってくるわんこそばを20個キャッチすればクリアです。って、食べないんかーい。早速、予選から大食い要素がなくなっています。落としてしまうと、1個分がマイナスされ、落としたそばが残り、それを踏むと転んでしまいます。それを飛び越すために、B ボタンでジャンプができます。操作プレイヤーのグラフィックはこの正面固定なので、最初にプレイヤーの顔を選択する意味がほとんどありません。ということで、全く食べることなく大食い選手権予選クリアです。パチンコでは、ランダムだった予選を勝ち抜いたライバルたちを、なぜか、今回はプレイヤー側で選びます。本戦1ラウンドは、サバイバル迷路ゲームです。ここは、ほんの少しだけ大食い要素が出てきます。中央に食堂があり、迷路内に散乱している料理を食堂に持ち込んで食べます。食堂に料理を持っていき、A ボタンを連打して、ゲージを0にすれば、食事完了となり、ポイントが入ります。料理を入手すると点滅します。食品によっては、見た目で分かりにくいものもあります。料理を持っていないものが持っているものとぶつかるとバトルになり、A ボタン連打で料理を奪うことができます。トータルで10ポイント分食べればクリアとなり、ビリにならなければ突破できます。基本1ポイントですが、好きなものを食べると2ポイントになり、逆に嫌いなものを食べるとポイントが1マイナスになります。すでにお気づきになられた方もいると思いますが、このゲームでは1番のクソポイントがあります。それは、CPU がびっくりするほど弱くて相手にならないので、プレイしていても面白くありません。
料理をとっても食堂に行かず向かおうとせずにうろちょろしたり、プレイヤーに料理を奪いにも来ません。マイナスポイントになる嫌いな料理も普通にとっていきます。 CPU がクソジャコでぬるすぎるので、友達と対戦でもしようということもできません。なんと通信対戦非対応で CPU 相手の一人プレイ専用です。料理を中央に持っていって A ボタンを連打する作業を繰り返して終了です。取られた料理のリポップが地味に遅いのもストレスです。本戦2ラウンドはドラッグ岡持ちめくりゲームです。はい、ただの16枚の神経衰弱です。取ったカードで抜けた部分に新しいカードが補充されていきます。カードは必ず大外に補充されるので、角以外を取った場合、外のカードが内に向かって詰められます。ポイントは全ラウンドと同様、通常1ポイント、好きな食べ物を揃えると2ポイント、嫌いな食べ物はマイナス1ポイントとなります。10ポイントで上位2名が勝ち抜けとなります。4人で神経衰弱をやるので、待ち時間が長く非常にテンポが悪いです。もちろんここでも CPU のロジックはクソのままです。カードを全然記憶しておらず、前の挑戦者がやらかしたミスと同じことを繰り返します。どうやら完全にランダムでめくっているだけのようです。また大食い要素が消えていますが、説明書によると揃えたカードの料理は食べたという解釈らしいです。普通に神経衰弱をしてクリアです。そしてついに決勝戦のトライ・オブ・ウィンダムです。ここに来てやっとはっきり分かる大食いの種目になります。6種類の料理を完食を目指して食べます。選んだ顔グラフィックもやっと最後に使われます。それぞれに最大量と時間が決められており、食べ残しの少ない方が優勝となります。 A ボタンを連打して食べていくだけですが、画面上部に腹具合を表すゲージがあります。食べるほど上がっていき、満タンになるとギブアップとなり敗退です。連打を止めて休むことで腹ゲージはじわじわ回復していきます。もちろん CPU のロジックはクソなので、ただ A ボタンを連打してゲージ満タン手前でボタンを離して休むという作業になります。好きな料理はゲージの上りが緩やかで、嫌いな料理だと倍の勢いで上がります。しかしそれによる相手との駆け引きも何も必要としないので、ほとんど意味がありません。ゲームクリアです。ご視聴お疲れ様でした。
パチンコと大食いの両方を優勝するとエンディングになります。しかしこの画面を見る限りはパチンコの方がメインコンテンツだったのでしょうかね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。